あんな感じなんですね。そのこう、ね、今のニュートラルがどの辺にあるかみたいなのを調べてるんですよね。そんなことないって言いながら、ここからでも半袖になっちゃってね、もうやる気満々ですから。さあ今回ねラリーコース、これのスプリングスということで、ちなみに皆さんこのコースにしたことあるんですか？ないやっぱこの辺はこう土の質とかも違うんですかね。いやこのコースは実際ないでしょ。そうなんです、ね、実在しないコースだと思うよ。じゃあなんとなくザ・コロラドスプリングスを、イメージしてたんだね。そういうところまで行くのもすごいですよ。いやそうだよね。さあこの辺がこの辺でね結構ねあのルカさんテスト苦労されてましたけれども、そうでした。難しいのでこうアップダウンがあるから、はいはいはい、飛んじゃっても上がんなかったり。そうなんですね。わかんないからね。やっぱ横に誰かコードライバーのってダメだね。さすが素晴らしい今エクスキューズ、はい、エクスキューズ素晴らしいですね。さあそれでは間もなくレーススタートです。さあこちらもですねあの宝2の方が新井選手、そして宝1が拓宮さん。さあ拓宮選手どのポジションでフィニッシュできるでしょうか。あ、お二人とも、二人とも、レブってますね、レブってますね。これは何ですか、牽制なんですかね。さあ、スタートです。さあ、スタートはそつなく決めましたか、荒井選手。さあ、あ、うまくですね、カウント当てながら。あ、うまい。うまい。二人ともうまいよね。うまい。ちゃんと道の上にいるもんね。はい、道の上に、そうですね。この辺でもいなかったもん。そうですね。やっぱこのスリップを予測するのが難しい。難しいね。すごい滑るんだよね、ロケンがね。おー、結構もうつるっと打っちゃう感じですかね。最終的にはそのドリフト状態を生かしてコーナーに進入されてましたけれども、そうそう、さあ、うまいです、うまいです。新井選手順調にこちらも大人げなく飛ばしております。大人げなく飛ばしております。さあ今チラチラと隣を見ながら大人げなく飛ばしておりますが、タクミヤさんもうまい。さあ少しちょっとねヘッドソードしてしまいました。みんなが同じところで行っちゃうんだよね、外にね。そうなんですよね。やっぱあの辺がちょっと好きですかね。結構ね直角でちょっと待って、今新井選手待ちましたね、待ちましたね。ちょっと、いいね、おっとおっと後ろから激しく追突をされております。さあここで新井選手がまたトップに踊りま、この結構手前からブレーキをかけなくてはいけないですか。いやそうなんですよ、やっぱりね、なんかこう広く見ちゃうからどこ行けんじゃないかって言っちゃうけど、そうはいかないんだね。やはりね、丁寧にね、先を見てんですかね。さあこの辺マジュレーションが結構激しいです。さあどうやって車を設置させていくんでしょうか。匠屋さんもうまい、すぐ後ろについている。おっと今そんな、ま、おおトラップを仕掛けられた。今新井選手今仕掛けた、悪い新井選手が来ましたよ。さあ匠屋さん今反撃の時です。匠屋選手今プッシュ反撃ですよ。さあ前に動いてた、激しいデッドヒートだ。さあ新井選手ここは負けられない。さあしかしここでは匠屋選手が前に出ます。匠屋選手どう逃げられるか。オートテールズーノースというかもう当たっている。さあ逃げる匠屋大笑い。さあこのままチェッカーを受けられるでしょうか。まだまだ先が長いです。さあファイナルラップには入っているがチェッカーはまだ先ですよ。まだどうなるかわからない。おっと新井選手今ショートカットをしながらうまく今ラフを使って、ちょっと待って、また当ててますよ。これわざとですか新井選手。さあ匠屋選手頑張れ。さあ今当ててないと笑顔で言っているあたりがちょっと怪しい新井選手なんですが、もう結構もう本気ですよ、2人とも本気モードです。さあ匠屋選手逃げ切れるでしょうか。おっとズバッと抜いていきました。これがプロの技かと思ったらお釣りもらっちゃったっていうね、お釣りもらっちゃいました。さあまだバトルは続いている。しかしもうチェッカー目の前、ゴールは目の前に見えてきた。あとコーナー2つ。さあこのままどっちがチェッカーを受けるでしょうか。新井選手は隣を見る余裕がある。このまま逃げ切れるか。さあフィニッシュ、新井選手勝利。みんなでせーの、大人げない
いや素晴らしいバトルでした。匠谷選手も本当に素晴らしかったですね。いや素晴らしかったね。上手いですよね。